田戸山は、三重県桑名市と岐阜県海津市にまたがる標高403メートルの山、養老山地の南端に位置する。田戸山は、南山独に古代より鎮座する、式内社の田戸大社で広く知られている。大古蘇創建以前は、山全体を身体としており、山中に正式な岩倉が鎮座していたという記録が残っている。俗に本記で717年に、 岩礁天皇がこの山の泉で手や顔を洗ったことにより皮膚が滑らかになり痛いところが治り年号を養老に改めたと伝えられている。江戸時代後期の絵師谷文長は日本名山図絵で南西からのこの山の絵図を描いた山域は周辺の和獣風景基礎山線千本松原と共に1953年10月1日に 水京県立自然公園に指定された岐阜県産学連盟により、俗岐阜百山の一つに選定されている。田戸山は伊勢湾に近く太平洋側の気候である。冬に積雪することは少ない。温暖な気候を利用して、東斜面ではみかんの栽培が行われている。また柿の生産地でもある。山頂まで車道が伸びているが、一般車両の通行は禁止されている。中腹には、 多度き川をせき止めて作った天然プールがある。山頂部は、多度山上公園として整備されている。トイレ、遊具、展望台、あずまや、ベンチなどが設置されている。ハイキングコースは、初級者向けであることから、地元の小中学生が、遠足などで訪れることも多い。園内には、高峰神社があり、さらに、西奥には、多数の電波施設の鉄塔が設置されている。 山上公園の南東の下部にはハンググライダーの滑空場がある。多度山の犬なしの果実山中には日本ザルや日本ジカなどが生息している。遊歩道では四重ロ、目白、山柄などの野鳥が見られることがある。山腹には林道が整備されていて、山域の多くは杉などの新葉樹林の植林地となっている。一部には竹林がある。山腹の遊歩道周辺には梅。 桜、もみじなどの樹木が植樹されている。多度大社の奥、八つぼやの赤松林の中、緑が池周辺には、東海地方のみに分布する絶滅危惧種の豆なしの自生地がある。面積約3182平方メートルの日本で最大規模の自生地であり、2010年8月5日に国の天然記念物に指定された。詳細は、豆なし多度の犬なし自生地を、 山椒多ど山条公園多ど山条公園の展望台から望む農美平野と木曽三河公園センター、桑名市により周辺には多くのハイキングコースが整備されている。里山として年中ハイカーが訪れる。山頂の二島三角点の隣には東ず屋がある展望台があり、農美平野、木曽三線、伊勢湾などを見渡すことができる。桑名中継局を 山椒養老山地の南端に位置し、山頂部は桑名市にある養老山地の中間に二の瀬越の鞍部がある。二の瀬越から南側が多戸山系と呼ばれている。多戸山系の最高点は、天命が田代の山東三角点である。稲部川を挟んで西に鈴鹿山脈が退治している。木曽川砂岩から望む多戸山周辺の山左端が、 養老山地南端のたとやま、左奥は鈴鹿山脈以下の源流となる伊ビガの支流は伊勢湾へ流れる。ありがとうございます。